いいお買い物ができました。かすみ、また自分の可愛いを更新しちゃいます。本当に似合ってたよ、かすみちゃん。うんうん、お嬢様って感じだった。そうですよね、高原で一番お嬢様っぽくって注目の的なはずです。ちょっと聞き捨てならないわね。え？何がですか？確かにさっきの服は似合っていたけど、ニコの方が人目を引く自信あるわよ。なんたって大銀河宇宙ナンバーワンアイドルなんですもの。大銀河宇宙ナンバーワンアイドルって子供ですか？子供、これは生意気な後輩にニコの実力を教えてあげる必要があるわね。ニコの本気を見なさい。はあ、いつもの負けず嫌いが始まったわ。私もこの服試着してきたいんだけど、ちょっと任せていい？うん、いいよ。今朝も元気いっぱいね、小鳥さんたち。小鳥さんの歌を聴くと私も歌いたくなっちゃうわ。ラーララララ。どうよ、ニコちゃんかわいい。ミュージカルの一場面を見てるみたいだよ。自信満々だけあって似合ってるな。ほんとよく化けたわね。どうやら私の勝ちのようですわね。何言ってるんですか。確かに似合ってますけど、カスミンだって負けてませんからね。そうですよね、ヨウ先輩。私、いや、カスミちゃんもニコさんも可愛いって似合ってるよ、本当に。でも、かすみのコーディネートをしたのはヨハネよ。そうしたらやっぱり優勝はヨハネじゃない？はぁ？どこからどう見てもニコの勝ちでしょう。いいえ、かすみんです。かすみんの勝ちですから。ちょっとあなたたちうるさいわよ。周りに迷惑だから静かにして。え？ありがとう。試着選手権に新たな資格が来たね。